ですね4対1、なかなか優勝争いをしている中でチャンスが少なかったここ数年の若手。そうだ、直道君頑張ってもらいたいな。背番号1を引き継いだ男、野々越直道、バッターボックス。ワンアウト二塁、これ以上ない場面での起用、初球を打ってファール。ちょっと峰さん、この名古屋ドームの歓声の色も変わってきましたね。テンションが変わってきましたね。そうですね、もさっきの中村君は全ての球に対応してて、はい、たちゃんと最後捉えましたもんね。初の一軍です。初打席中村一斉ヒット、そして尾上直道さらに初打席、ワンストライク投球2球目。打たされたファールボール。2年目1軍に一度去年呼ばれたことはあったんですが、登録はなく、まあ、何か少し見ようかなという感じではあったんですが、今年に入ってウエスタン、ご覧の通り、あの落合監督と少し話をする機会があって、一番学んだのはただ振るんじゃなくてボールカウントだったりランナーだったりを考えるケースについてのバッティングを学びましたという話をしています。でもね、今の初球のね、はい、スイング見ると、何もね躊躇することなくね、はい、もう来たスイングですよ。そうですね、第3球これで2ストライク1ボール。よく見てる。実は今年キャンプインするときに体重は86キロあったそうです。ただしかし春の激しいキャンプで一気に81キロまで体重を落ち込みました。ただその後どの上のパワーがだんだんとその体重の落ちを許しませんでした。正確な正確なコツになってきてるね。ああ本当ですね。2エンド1。空振り。しかしフライシンガーの術中にはまりました。ほろ苦いプロデビュー戦です。ただしかし何か可能性は感じる矢沢さん、バッティングすごいっていいですか。なんかね、非常に大きさを感じるな。あ大きさ、伸びしろがすごい感じますよ。あそうですか、いやなんかバッターさんがそうおっしゃるのか間違いありません。バッターボックスに立ってなんか、はい、あのムードはありますよね。ありますあります、うん、いやというのはね、昨日ねあのフレッシュオールスター、これあのフジテレビの局でね、ちょっと受けてましてね、ご覧になったんですか。全部見てました、そしたらね、右投げ左打ちのね選手が16人もいるんですよ。でこういうね大きさを感じる選手があまりいないんですよね。なるほど、だから先ほどの中村一斉というね